さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。本日はトレーニング種目の解説ということでプリーチャーカールというのを行っていきたいと思います。プリーチャーカールもいろいろな方法があるんですが、今日はシートを使ってダンベルでワンハンドで行うタイプのプリーチャーカールをちょっと解説していきたいなと思います。で使っていく筋肉は上腕、二頭筋、力こぶ。シートがあって肘の位置が固定されるので他の筋肉の部位の反動を使うことが難しい種目になりますので、より刺激が上腕二頭筋に集まりやすい種目というのが特徴になります。それではやっていきましょう。ベンチの角度なんですけど、立てすぎれば角度が急になって上腕二頭筋の刺激が高まるんですが、ちょっと背が届かないとやりにくくなるので、その背との兼ね合いでやりやすいところで設定をしていただければなと思います。でシートを設定しましたら、このダンベルを持ってる方の腕、脇の方をシートの頭の方につけるようにして構えます。これはちょっとまあワンポイントなんですが、トップポジションで少し力こぶに力を入れておくと刺激が意識がしやすいと言われてます。でこの状態からダンベルを下ろしていきます。で上げましょう。はい。で動作としてはこんな感じで、上腕二頭筋を狙っていくので、気持ち顎は引いた状態で動作を行います。でポイントです。ポイント2つ、下ろした時、下ろしきらないこと。ここで上腕二頭筋へのテンションが逃げてしまうと肘に負担がかかりますので痛くなっちゃう可能性があります。ギリギリ伸びきらないところで動作は制限しておきましょう。でさらにです、で上げるときに小指の方から、少しそのひねるようにスピネートさせるように、上げていただくと、さらにこれで上腕二頭筋への刺激が高まりますので、そこも合わせて意識をしてみましょう。でもう一個なんですが、しっかりダンベル握ること、すごく基本的なことなんですが、手首が寝てしまうと上腕二頭筋への刺激が弱くなりますので、握り込むこと、これも合わせて意識していきましょう。アジャスタブルベンチを使った、プリーチャーカールの解説となります。ぜひ挑戦をしてみてください。以上です。ありがとうございます。